一足先に官僚に入城し、法を改め租税を減じ、阿房宮の3000の美女を解放しました。先月の沙汰と降雨が起こったのを幸い、半蔵は劉邦を黄門の陣に呼び寄せ、災いの根を断つことを考えます。劉邦に酒を勧め、反抗したり無礼なことをすれば降雨にこれを切らせ、もししくじっても剣舞と見せかけて劉邦を一突きと手はずも整えました。密かにこれを立ち聞きした金商法こと尹東城は、酒は反対に降雨に勧め、劉邦を守ろうと心に決めます。席にお着きください。くれよ。久々に室賀なき流眼を拝し、嬉しく存じます。劉邦、俺も久しぶりにそちの流眼を拝し、嬉しく思うぞ。どうだその方たち、咸陽には今や二人の王がいる。これは咸王だ。しかし以後はこの漢王と区別するために、俺のことを天下を制覇した覇王、または大王と呼べ。俺は始皇帝のように称号に敬礼させようというのではない。万民がこの皇位に礼拝することを望むのだ。まあおかしい劉邦。さあ、金商法や官王にお酌をしておあげ。Oh.
あいつは一向に酔っている様子がない。龍虎、お前は青い顔をして震えているな。寒いのか、それともお前の謀反を知られて恐れているのか。私が謀反などと思いもよりません。では咸陽に入城してからのあなたの成した数々のことは誰の許可を得たことか。また自らを無断で官王と呼ばせ国民の関心をそそったことはあなたの隠れもない野心と謀反の現れでなくて何であろう。それくらいのことが見通せない我々だと思われるか。どうしてそのようなことが考えられましょうや。私はただ忠実に大王の御意にかなわんためにしたことでございます。お黙りなされ。あなたが愚民に媚びへつらうようには我々は見込められませんぞ。私は何者にも媚びへつらいはいたしません。何、何者にも媚びないというか。俺の進化であることは俺に媚びることだ。ではそれがそちの運命であることを今ここで知らしてやろう。この靴を取って俺に履かせろ。帰るぞ。これでソチにも自分が何者であるかがよく分かっただろう。下がれ。俺の刀の汚れだ。どうだ皆の者、官王の怒った顔を見てやれ。しかし俺はそちの悔しそうな顔を見たらソチが不憫になった。俺はソチを助けてやるからそこで誓いを立てろ。生涯俺の気に入りの下僕であることを。官王お誓いなされ。早し。官王がお誓いができないということはそれは恐るべき謀反の告白です。官王は今ここで
大王のお手に触れて倒されなさるお覚悟を決めておられるというわけですかな。さすがは官王、先世時代の今が花の散らし時だということをよくご存知だ。ために万死を辞せぬ者です。救いは一人にない。私の救うは官王より他にありません。何貴様は誰の前にいると思う。下がれ。これは半海と申す流鵬護衛の者でございますが、誠に礼儀知らずでお許しください。大王は官王の主であらせられる上は、官王の真はすなわち大王の真であります。私は武勇のために仲間から尊敬を受けておりますが、こんな礼遇は初めてです。さっきからまだ一滴の酒も頂戴しません。なるほど、近頃面白いやつだ。閲覧に飽きている俺はかえってその方の武遠流が気に入った。酒はついでやれ。では、これにて頂戴いたします。流鵬、土地は死罪に値するが、今日は返してやる。その代わり、明朝この咸陽を立ち去れ。そして破局の最中に謹慎しておれ。何年か先、俺が再びそちを呼び出すまでだ。寺を慰めに武骨な芸をご覧に入れます。
に追われて2年、劉邦は力を蓄えて兵を起こしました。至る所勝ち戦、諸侯もこれに従う者多く、あの関心も今は劉邦に見出されて元帥となっています。本城を遠く離れた栗山に劉邦の軍を攻めています。よし、まさに思うつぼにはまったと申すものです。ん、将軍氏の作戦通り、我々は逃げて敵をおびき寄せていることも知らず、敵はいよいよ深く入って、今や全軍袋のネズミだ。思う存分おびき寄せてやれ。ほう、木の本城はすでに空です。大将エースは必ず人質になっておられるお久しと王女様を救い申し上げ、城を占拠いたしましょう。ん、おお、勝利祭。敵はこちらの作戦通り、ここまでおびき寄せられた。お前が幸運を裏切って我々に内通して、我が軍を有利に導いてくれたのだ。幸運の力は、幸運が持っている自信よりもっと強いのだから、こちらは知恵ずくで彼を罠にかけてやるのだ。勝利祭、これもみんな、お前の手柄だ。勘をかそう。天下の主人となるべき方です。私は関王を殺せと命じた主人の幸運を天下のために出し抜きました。この者に褒美を使わせ。勝利前、その方に褒美を使わせ。ざわずいて間違い、裏切り者にふさわしい褒美だ。どん詰まりまで追いかけていって、敵に軍の根も出ないようにしてやる。さあ俺に続け。お待ちください。今日はこれでおとどまりになった方がよろしいと思います。戦いはこの一戦に限りません。すでに我々は本城を去ること80里のところまで来て、我が本城はほとんど空になっております。これはきっと敵の計りごとに違いありません。あの企み深い関心がこのようにやすやすと退却するのは明らかに計略です。俺はその計略はどんな計略か一つかかってみたいものだ。彼らが俺の留守所を襲って人質の妻子を救い出しても、俺がこっちで劉邦の首を切ればいいのだ。大王、私たちの忠誠をお信じください。これからは味方には血のりが悪くなり、夜になればますます戦いは不利になります。今日のところはひとまず引いて、明日また荒瀬をもって一気に打ち破ることにいたしましょう。それが老人の引っ込み思案というのだ。半蔵、お前は俺の力を疑っているのか。今まで幾度の戦に一度も負けたことのない俺だ。俺の兵法は自分自身を思いっきり危険にさらして自分の力を悟ることだ。俺に従いたくない者は従うな。俺は行くぞ。ぜひともに計るに足らず、天下も
お味か。
んで、今日のところはひとまず死んで補欠を出す退去を図ることが良策。様は普通の人間なら一遍で参ってしまうような傷をいくつもお受けになりましたのに、大王様はまるで何万という羊の群れの中で一匹の獅子が暴れているようでございました。しかし、残念です。味方は大敗戦、敵の攻撃は激しく、三万の兵は今やわずか7、8千。将士は皆英気を失い、戦わんとする心すでにありません。はあ、味方は大敗北。もう3日の用意ができればこんなことにはならなかったでしょうに。私はやっぱり昨日考えた通り、関心のところへもう3日の猶予を頼みに行くべきだったろうか。そうしたら、いいえ、私は行かなくてよかったのだ。行ったところがどうせダメなことは決まっている。もしあの蛇のような龍鳳の妻に見つけられでもしたら、私はどんな恥ずかしめを受けるか知れない。天下の覇王たる幸運の妃ともある私が、あんな者のところへ頭を下げに行くことを考えるなんて、はあ、今思っただけで私はゾッとする。でもそんな過ちを犯さなかったのも、
天がまだまだ私たちに味方してくれているんだわ。大王様がお帰りになりました。大王様、私がご看護する。お前たちは下がるがいい。初めて兵を挙げている。未だかつて負けたことのなかった俺も、今初めて一時の怪我負けにあった。しかし、この腕がある限り、俺は戦えるのだ。お前は鎧を着ているの。どこまでもあなたのお供をするために。お前に初めて包帯をしてもらった時から何年になるかな。あれからあなたとご一緒に西に東に戦のお供をして、10年余りは夢のように過ぎました。10年は一夜だ。百戦百勝の俺も今度ばかりは天は俺に味方されないのか。大王様、勝敗は陛下の常でございます。この馬は伊豆で戦わず、城の固めをして援軍の来るのをお待ちになるのがよろしゅうございましょう。お先を持っておいで。あの歌は何だ。あれは歌でございます。どうしてあんな歌が聞こえるのだ。誰が歌っているのだ。敵の陣営、聖女さんの方から聞こえてまいります。どうして敵軍が許可を知っているのでしょう。さては劉邦め、すでに宋を手に入れたというのか。申し上げます。城の主命、許可に取るなから取ります。敵の兵は皆その歌を歌っています。調べましたところ、これは皆敵の策略で、あの歌を聞いて味方の周知は望郷の念に駆られ、皆陣を抜け出て残っているものはわずか一寸より足りません。行きます。攻撃を始めました。申し上げます。将兵攻撃中でございます。敵を迎え撃つ用意をいたせ。おお、味方はわずか一戦、敵は50万。我いかに力あるとも、収穫適せ。グビシ、いよいよ別れの時が来た。お前を知って獣育生、いつも俺と一緒にただ戦の中に生きてきたそなた、まことに苦労をかけたが、今こそ故郷へ帰り静かに生きながらえてくれ。大王様、私一人何を望みに生きながらえましょう。私の覚悟はできております。さあ、私の首をはねて絆を断ち、お心残りないようにしてくださいます。そして囲みを破って故郷の高層に帰り、兵を集めて最強の策をお図りくださいます。いや、グビジ、この上は死ならもろとも必ずや囲みを破って
お前と一緒に高校へ行こう。苦しいことあります。ついでくれ。
それは山を抜く力があっても、ただ一人の女をどうすることもできないのだ。寂しい。に荒れたグビジン最後の地に、美しくなよやかな血のように赤い花が咲くようになりました。哀れ儚いグビジンを忍んで、誰言うとなくその花をグビジン草と呼ぶようになったと申します。